この皆さん、こんばんは。モーツァルトの実に、ジャミキたっぷりの作曲家でございました。遊びの天才。なんか悪いことしてやるかな。なんか牛もないかな。実に子供たちもそわそわ。集中力を養うのには、指を動かす、曲をイメージする能力が、発揮できます。そなたとは鳴り響くという意味でございます。Thank you.
食べ過ぎて調子が悪うございます。明日はもっと頑張るのだ。それでは良い子の皆さんもいないいないだ。文句の叫び、ローダンの考える人、なんか面白いき、あら蚊がまた遊びに来たわ。なぜかコバエも蚊も入ってくる季節になりましたの。いつもかわいい動物たちとにらめっこ、にらめっこしましょう。あっぷっぷ、笑うと泣きよ。あっぷっぷ。それではとっても懐かしい子供たちに遊びも教えてもらっております。ドーナツ、チョコレート、グリコ、キャラメルといった遊び、昔の懐かしい遊び、これはとっても楽しく遊びながら学ぶことも大切ですね。グリコ、チョコレート、キャラメル、最初はグー、じゃんけんぽん、卵、3歳、7歳、11歳。それではまた明日の続きもご期待くださいな。バイバイ。